はい、3月10日水曜日ですね、やっていきましょう。そろそろいい加減ね、戦闘訓練終わってほしいかな。よし、今日はねえだろ、さすがにね。もう3回もやらされてますからね。もう危険なサンドイッチ、もう本当に。よし、今日こそはね、ちゃんと別のことをやらせてくれることを願ってね、投稿しましょうね。おっと、日課ね、これね。おはようございます。よし、牛乳、はい、買います。コーラ買いますね。お、紅茶あるじゃん、今日は。いいね、買います。こんなもんかな。うん、いいんじゃないでしょうか。で、飲んでっちゃおう。もうここでね、今ここで飲みます。ね、よしよし、じゃあ教室へダーシュ、駆け足。今日はないよね、戦闘訓練。手動モードは使えるようになったか。そうか、早く使えるようになるといいな。今日の自治訓練。ちょっと待て、マジか、嘘やろ、まだやんの。うーわ、マジか。もうなんか、正直戦闘まるまるカットするかもしれないですね。まあ、カットしてたら察してください。はい、終わりましたね。多分カットしてますね。はーい、もういい加減、本当に戦闘なんかこう交互にやってやるとかさ、方法なかったんかい。はい、3月11日木曜日ですね。もうほんと今日はやめてくれ、今日はやめてくれ、さすがに。もうサンドイッチ無駄やん、こんなん。いつ食うねん。もう全然訓練できないよ。戦闘訓練やっても結局のところは発言力上がるだけだからね。うん、あ、おはようございます。よし、なんか延々ここで飲み物を買って飲むだけの動画みたいになっちゃいそうだな。衝撃よ、これ。まあいいかな、こんなもんで。はい、どうもね。これ飲んで、じゃあ教室ダッシュですね。はい、ダッシュ。はい、先生お願いしますよ、今日は。お、やっと普通の授業来たね。今日の授業は技能についてだ。結構重要だから、わからなかったら後で俺のところに聞きに来るように。じゃあ始める。技能というものはアイテムを使うところ、つまりだな。三角ボタンを押して表示されるメニュー、ステータス画面で方向キー左右を押すと見ることができる。これだ、これですね。うん。技能を持っていないところは暗く表示されて、持っているところは明るく表示される。技能は最大3レベルまで持つことができる。この画面でセレクトボタンを押せば、その技能がどんなものか調べられるぞ。カーソルを動かして回るボタンだ。技能には、対別すると3種類があるがある。
まず免許系、戦車技能とか飛行技能とか効果技能だ、医療や事務も同じだ。これらの技能を持っていないとできない行動がある。事務技能を持っていないと事務官の仕事はできないというわけだ。当然技能レベルが高ければ高いほどその行動をするときに効果が高い。次、純粋技能系、狙撃、白兵、野戦を代表にする。持っていると成功率や効果が上がるタイプだ。話術技能とかもこれに含まれる。最後に才能系技能、こいつは残念だが普通の訓練では手に入れることができない。天才とか強運とか統率が代表だ。普通の訓練では持てないが、これらの効果は非常に高い。特に天才は全ての技能の代わりになる。すごい存在だ。技能は3レベルからなるって言ったな。逆に言えば4レベル以上訓練することはできない。いいか、3レベルまでだ。だそうです。技能は3レベルまで。ね。技能は普通の訓練のように行うことで獲得できる。ただこれは確率だから正解を選んだからといって絶対ではない。どちらかというと時間が重要だな。技能を手に入れるときは、4時間きっちり訓練すること。よし、こんなところだな。訓練するところでは、その技能や能力が何の役に立つのか表示されている。見ておけ。特に戦車兵は、白兵、狙撃、野戦技能を2レベル程度に上げておけ。以上、昼の時間にする。午後もちゃんと授業に出ろよ。はーい。いやー、久々に行動できるね。お腹すいたって言ったら別に、減ってるわけじゃねえんだよな。さてどうするかな。まあ特にすることもねえし、いいか、飛ばしちゃっても。じゃあ午後の授業、お、どうした滝は。お前さ、なんか暗いよな。わかった、お前人間関係で迷ってるな。いや、言うな、俺もわかるぜ。いや、何勝手に話進めてんだお前。学生は気楽でいいって言うけど、人間関係で失敗すると3年は暗い運命だもんな。特に女の子にモテたい時とか、俺みたいないいやつと仲良くなりたい時。いや、言うなってわかるって。うぜえなこいつ。うちってさ、変な女しかいないよな。冷血女か許しません女かだもんな。おお、普通の子と恋がしたいぜとかって思うんだろ。まあそう、まあいいけど、いや、そんなのはどうでもいいや。友達だからな。俺が仲良くする方法を教えてやるぜ。そして一緒に失敗しよう。な、な。よし、それで行くぜ。なんや。うん。まず人間関係の見方だ。これが俺たちの相手がこっちをどう思ってるか。こっちが自分がどう相手を思っているか。人間関係って難しいからさ、こっちがいくら思っていても相手が乗ってくれなきゃいい関係になんねえし、逆に相手がもう竹川さん素敵でも俺はそうでもないときはいい関係になるわけない。まあそりゃそうだね。ということで、両方同じくらいに上げる必要があるわけだ。あ、そうでないときは片思いね、片思い。まず作戦1。相手に見られたとき、ちょっとシャイな自分を演出してみて、モテモテ作戦だ。まずは相手の視線、レーザーみたいなのをさりげなく受け止めて、しばらく待ってるとこんな画面が出る。これが視線に気づいた、あーん、どうしよう画面だ。どういう画面だ。おっしゃー、あとは好印象を与えるリアクションをすればちょっといい印象を与えられるぜ。ベロベロバー、以上。俺も彼女をゲットだぜのためとはいえ、なんか疲れた。今日はここまで。滝川はヘロヘロになって歩いていった。それで疲れんの？あ、これが今滝川が言った視線ですね。こういうのを受けたときは一定時間ね置けばなんかあえて反応できるってことだね。うん。じゃあとりあえず、まあいいや、次の授業行こうね。
自分は好きなことをして相手に好きなことをさせなければ、すなわち戦いには勝ちます。これが主導権を握るイニシアチブを取るという、戦術の基本になります。そして古来主導権とは軌道によってのみ確保されます。人類発生以来、戦闘種族としての人類が磨き上げてきた戦術は結局軌道、マニューバーのことを指すのです。竹谷君、軌道とは何だ？移動ですか？そうです、移動こそ戦術です。あなた方は的確な移動を行って戦いの主導権を握り、戦いに勝つことになる。まずその武器、その武器の間合いを覚えなさい。敵に近づきすぎれば攻撃できなくなります。遠すぎても攻撃できません。ポイントは敵の射角に対して常に横に動くことです。こうすればこのように、自分は攻撃しつつ相手は向きを変えるを行わなければ攻撃できなくなります。常に的確に自分が攻撃できて敵の攻撃は最小になるようなポジションを確保しなさい。目の前に敵がいるかといって足を止めて射撃や殴り合いはしないように常に移動し続けなさい。それがめんどくせんすよ。それがめんどくせんすよ。このゲームの戦闘はよ。坂上久臣です。よろしく。いろいろあるとは思いますが、とりあえず生き残ることを考えなさい。生き残ってさえいれば、やり直すのも続きを楽しむのもどちらもできますからね。私はあなたに戦争のやり方を教えています。だがそれは殺し方を教えているのではない。あなたたちが生き残るために教えています。戦争が始まって戦争のために拒否を投じるのであれば、こんなことになるのであれば、同じ金額を使って平和教育を行うべきだった。そういうためにはまず戦後まで生き残る必要がありますからね。かの一族ではありませんが、戦争の経済活動です。戦争は経済活動です。消費する一方のね、一人の学兵への教育とそれを与える装備の値段を考えれば、あなたが一生サラリーマンをやっても払えない額がかかりますよ。であれば、まずは無駄遣いしないことが戦争に勝つ基本です。死なないで粘ることが国とあなた自身とが得をするわけです。愛国者はすぐ死にたがる。負債を後に残すだけでね。ひどい話です。国が求めているのは愛国者でなくて良いからしぶとい兵ですよ。ああ、もちろん一番いいのは愛国者でしぶとい兵ですがね。愛国者にいいところがあるとすれば、それはこき使えるところですから。はい、坂上先生は1型と2型がいるんで、はい、これは1型の方ですね。最初に挨拶したのは2型の方ですね。よし、じゃあやっと今日からね、まともに訓練できるようになったんで、訓練していきましょう。あ、今先生から視線来てたな。まあいいや。よし、じゃあ体力、なんか気力訓練するとか言ってたな。それをまあまあ4日間か5日間ぐらいできなかったわけで、まあ、ようやくできますね。ちょっとじゃあ気力訓練していこうかな。気力の訓練はここ玄関ですね。ここですね。気力の訓練しましょう。評価 B ぐらいまで持っていきたいな。これなんだろうな、雑念じゃないな。平成死者との対話、決意、理想、こんな感じ。1時間ぐらいまでやってから考えようね。はい、成功か。なかなか大成功が拝めないね。大成功の位置が分かればね、そこずっとやってればいい話ですからね。今10上がった？もうちょいいけるんじゃないの？まだ。平成。こんな感じでいいのかな。なんか適当にやって当てずっぽで探していくしかないもんね。攻略サイト見ないって言ったら。どうだい？成功か。
あ、でもさっきよりちょっと伸びがいいな。もうちょい調整してみようか。なんか極端にこういうのでいいんじゃないかな。祈りの方に傾けるのか。極端にこれでやってみてどうか。どうですか。まあ大成功にならないと思ったけどね。うん。でどう。あー、なんか一番いいんじゃないの今までで。どうかな。ちょっとここサンドイッチを食べる。はいね。で、前回が今一番良かったから、多分この辺なんだろうね。祈り、理想。よし、ちょっとやってみよう。どうですか？成功。11。いまいち。もう一回ぐらいやろうか。まだ記録 C だね、評価。ここ。こっちに傾けてみようか。どうかな？成功。ダメだ、わかんねえ。まだ評価してるか。もう一回ぐらいやってみるか。これでも多分3回前のより前回の方がいいような気がするな。ちょっとずつね、効果がやっぱ下がっていくんで、上がり幅が狭くなっていくんで、もしかしたら、ね、ちょっと、効果が下がってるから、まあ、3回目より低いけど、前回の方がもしかしたら近かったのかもしれない。ちょっとやってみようか。もう1時間ぐらいやって、考えましょう。どうだい？成功。ね。どう？あ、評価 B になったな。さっきよりちょっと下がったな。どうだろうね。いまいち。もう1回ぐらいできるか？あ。おそらく2回目。前々回の方が一番いいな。なんかこの評価にしてみるか。成功。おお、すげえ上がったな。15か。まあまあいいんじゃないですかね。こんなもんにしとくか。なんか焼きそばパン食えばまだ訓練できるような気もするけどね。食っちゃおうか。またいつ戦闘訓練させられるかわかんないからな。あ、したら、ここ、きっとここにしよう。どうだろうね。もう完全手探りですよ。完全ね。成功。10。いまいち。じゃあ、ちょっとあと1回ぐらいやって帰ろう。やっぱ2回ぐらいのが一番いいな。あれ、どれだろう。実装、決意、祈り、多分祈り側だと思うんだよね。なんかこの辺とかにしてみようか。はい、どうでしょう。成功。ないですね。あ、でも結構上がったな。あー、でもこんなもんか、今日は。今日はこんな。でも5回ぐらいいけんだろ。あんまりやりすぎてぶっ倒れると、翌日、体調不良で欠席したりするからね。死者との対話。あ、ここかな。はい、どう？どうすか？成功。ダメだね、大成功だな。まあ、こんな感じでいいのかな、今日は。使えろか。まあ、あんまりやってぶっ倒れてもしょうがないからね。さすがにこの時間じゃ誰もいないね。てか、味の連って何時までやってんだっけ？もう覚えてねえな。1日の終了。